どうですか。おっす。おっす。来ちゃいました、ABC TV。それ何番に座ってるんですか。これ今ですか。今何番に座ってるんですか。2列の2列目の7番ですね。だ2列目の7番に座った人はちょっと光栄ですよね、結構。光栄って自分で言うな。この席に座った人、あのコメントください。いや、怒られて集中しろって言うの、ずっと集中してました。なんで怒られたの。集中力なさすぎてたから今まで。誰に怒られたの。ダンスの先生。で、ハヤトに昨日褒められました。終わった後、ご飯行った時なんて。うん、テッタ君が集中してる姿見てちょっと嬉しかったって。それ年下に言われてる。年下やばいやん。マジで。あ、何番座ってる。あ、何番座ってんの。2列目の5番っすか。1列目の4番。だからここ座ってる人コメントください。本当に可愛いな。うん、鼻炎薬飲むの忘れました。やばいじゃん。やばい。でも最近飲むんですよ。俺もともと鼻詰まりだから。鼻詰まりだとなんか滑舌とか悪くなったりするじゃないですか。今日ちょっとトークの日なのにね、しかも2時間喋るわけじゃん。うん、あ、どうしようかなと思って。本当に普段通ってる時でもやばいのにさ、鼻炎薬のおかげであの面白い発言が生まれるっていうのがあるから、今日なしでどうしようかなと思って。今俺の耳がおかしかっただけですか。鼻炎っていう言葉を出すのでもやばいもんね。本当になんか、てか、いた。誰もう落ちてきた。本当に編集がなかったら言ってえな、誰だよ。ライト本当に、あの待って、ここ結構やばくない。何が降ってきたの。たらいですかね。俺らが守るわ。守って、本当に。で本当に危ない。誰？ぶね。今ちょっと待って。ぶね来てた。今ギリギリ守ったけど。ちょっと当たっちゃった今。ごめん。守る。絶対守る。絶対守る。ちょっと待って。いや、じゃ本当に俺席ずれてみる一回。怖い。めーちゃん、そっちは危ないよ。誰？待って。あんた。めー。めーのだもん。メイのトウモロコロシタモノ。やんだ。ちょっと待って。待って。何回やんねん。確実に見てしまった。間違いないわ。完食。もうなんかね、欲しくなっちゃってるもんね、もうね。え？好き、ね、好きになってきてる。ちょっとこれなしではいらんないよ。もしかしたらさ、腹が落ちてくるかもしれないから、ここにあるちょっと紐引っ張ってみて。え、なに紐引っ張って。ここは紐どこにあるの？あ、分かった。ここね、これ。ギリギリで止めて。ちょっと待って。もっと早めに止めなきゃ。引っ張って。ちょっと、俺に来たんだけど。え、こういう流れ今ありえんよ。こういう流れ早く止めていって。いや、もうバッチリですね。楽しみっすね。何人滑らすかですよね、今日はね。そういう、ね、感じですよね。何人フィギュアスケーターにできるか。そうなんです。700人中何人フィギュアスケーターにできるかです。今のここスケートリングかな。コキ、違う。俺のこと乗ってくれるのは嬉しいんだけど、乗るとつまんなくなるっていう現象が起きる。知ってる、いつものこと。お前のせいじゃないの。その気にすんなって。あ、そっか、俺が滑っても俺のせいじゃねえ。お前のせいじゃない、気にすんなって。お前のせいだ。気にすんなって、お前悪くないって別に。お前面白い、大丈夫。本当に滑んな、俺だけにしとくって。え？
うん、全然だってさ、今お前の声だったよね、今ね。今何今お前の声です。何今の。関さんどうした今日は。今日の意気込みは。今日ですか、はい、バッチリっす。意気込みなってないですか。声力ゼロかよ。今日は本当にとりあえずたくさん寝ました。で、今日のために昨日温存してあまり喋んないようにしてました、俺。本当です、溜めてました。なんでいや、面白いのが毎日逃げちゃうから。毎日逃げ一日でしょ。だから昨日のめちゃめちゃ面白い、言いたいこともあったの、面白いこと。そういうことね。でも我慢して今日に持ち越したから。で、昨日の分の面白さも溜まってるから今日は爆発しますよ。言ったね、言ったね。本当はね、うん、もう爆笑も間違いなし。いや、間違いないでしょ。本当に絶対だよね。はい、だから本当に凍るようなことだけはやめてもらいたい。本当にカメラ前だけ面白いこと言って、ステージの上だけはちょっと滑るのやめてほしい。本当に。それはまあ、ね、本当にいつもなんで。いつも絶対。オールウェイズテッタなんで。まあ、トゥデイテッタは、そんなのないっすよ。違う。オールウェイズテッタの時点でトゥデイも入ってるから。全部入ってたら。いいね、さすがコースのツッコミされてますね。ツッコミがないよ。今日いいな、やっぱね、なんかね。いや、俺も食べてっから。じゃあ、俺も食べてるよ。俺、昨日めっちゃ寝たから。でしょ？うん。だから溜まってんだよね。でしょ？充電バッチなんだけど、省エネじゃん、俺。おいつもなんか省エネ出力抑えめなわけよ。はい、でも俺なんか元気出ねえなと思ったの。漏電してた。お前ずっとそれだけは本当に。何の話だった。ずっとお休みモード入ってる。お休みモード通知来ないんだよ俺。ずっと通知来ない。ほんでペッパーくん状態でしょ。ペッパーくんの電源入ってない状態でしょ。ペッパー、なんか言った。出た。ペッパーって言った。何つった。今なんか言った。何つった今。今なんか滑舌悪すぎて全然わかんない。今アナウンスか聞こえたけど。僕 MC やるんで。そうですね、しっかり回して。心配だな。頑張って回したいなって。まあ、脱線したら僕が助ける。喋るなっつってんの。お前はもう、はい、はい、なんで、頑張ります。じゃあ、コウキが言う。コウキ、それじゃあみんな、頑張るぞ。おお。しかも、映ってる。ちゃんとさ、やるからさ、多分みんな意識してこいだってよ。じゃあ、こっちバージョンなのかな。そっち側でも、もう行くよ。あ、だそれじゃあみんな、頑張るぞ。おお。一人めっちゃ素直な思ったけど。純粋の心だけど。めっちゃ純粋の心の持ち主いた。じゃあもう一回か。はい。じゃあ俺、一回聞こえてください。はい。じゃあ、テタ。いくよ。今日も一日みんな、頑張るぞ。なんつった。あ、じゃあ、なんつった。今日もちょっと、つってたよ、今。今日も一日、頑張るぞ。おーちょっと待って、本当に。なんで俺喋んの、こんなの。マジで今日調子悪いかな。気分が。ちょっと自信なくなってきちゃった。あ、言えばいいですか。うん。今日も一日、頑張るぞ。おーうん、楽しいね。本当に全員スケート選手のように滑んないように頑張るんで、なんかオリンピック選手出てくるのかちょっと気をつけます。ちょっと待って、今俺いる？せーの、ジョン。これつけとけば変わる。鑑定して。こうちゃん。はい、ただいま、レッツエビッシュ投稿アライブ2019終わりましたー。ありがとうございます。どうしたレイさん。いや、めっちゃ楽しかったです。うん。そうです、ね、まあ、トーク、まあ、ほぼトークだけっていうかね、うん、だから新鮮でしたよね。なんかエビスマッシュをちょっと思い出したような感じ。ああ、確かにね。どうなっか、名古屋、これ終着点はあるんですか。僕はやっぱり、なんだろうな、やっぱトークショー2回目ということで結構楽しかったですね。今回はベーベーが参加型ということで、前回は本当僕たち中心のトークショーだったんですけど、一緒に作るのも面白いなと思いました。はい、出たわ。そうですね、でも本当は今日はもう、はい、ということでね。終わった終わった。まあ、とりあえずでも本当今日はなんか、恵比寿のトークショーっていう、あと恵比寿でこうやるのにすごく久々っていうか、で久々に新鮮、なんか新鮮でしたね、なんか、そうですね、久々だけで。何ですか。大丈夫、久々、大丈夫、下ある、大丈夫、久々ね、下ある、
久々です。そうですね、久しぶりのトークライブだったんで、やっぱまあみんなのね素顔というか見れて俺は嬉しかったかなと、個人的に楽しかったですね、うん、みんなも楽しんでくれたかどうか分かんないですけど、ベイベイのみんなも聞いてみればいいじゃん、どうだったのっていうことでね、まあこんな感じで全然楽しくなかったのかもしれないですけど、レイは今日なんか会場がね顔見やすかったんですよ。そうだね、ベイベイの顔はね、うん、だからこうよりトークしてて楽しかったというか、うん、まあやっぱ本当にワンマンライブという形でトークだけっていうのは本当に初めてじゃないですか、うん、だからなんかこういうものがなんかたまにね今後あってもいいのかなって思えたようなライブだったんで、うん、まあ本当に今日はできてるということです、うん、楽しかったです。久しぶりのねエビッシュ、まあ、久しぶりのかこの間大阪でやってライブを、うん、なんでまたエビッシュやる時もね楽しみにしていてほしいし、はい、ワンオンリーでも楽しみにしていてほしいので、はい、皆さん僕たちのことをずっとチェックしていてください。今日はありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。はい、あ、バイバイ。やった。バイバイ。バイバイ。それは痛いでしょ。それは痛い、痛そう。